ボンゴと平成キッチンへようこそ。今回ご紹介するお菓子はシュークリームですね。過去に2回ほどシュークリームやってるんですけど、今回は抹茶を使ったシュー生地と抹茶のカスタードクリームに抹茶のクッキーを乗せた抹茶尽くしのシュークリームを紹介しようと思います。基本的には抹茶を混ぜるだけなんですけど、抹茶を入れることによってちょっとポイントが変わったりしますんで、その辺を解説しながら作っていきます。それでは早速、コモンさん、それではまず抹茶のカスタードクリームからですね。牛乳は、沸騰直前まで温めておきます。では卵黄に砂糖をすり混ぜてもらって、抹茶とコーンスターチですね、加えてよく練っておきます。卵黄に温めた牛乳を、加えて混ぜます。で、牛乳を混ぜたら、こしながら鍋に戻します。まあ、強めの弱火もしくは弱めの中火で炊き上げていきます。しばらくするととろみがついてきますので、とろみがついてきた段階でこのとろみが緩むまでですね、炊き上げます。で、大体これぐらいになったら、ゴムベラに持ち替えてやると炊きやすいかなと思います。で、このとろみがついてきた段階っていうのが一番焦げやすいので、絶えず混ぜるようにしてください。先ほどよりも緩んで柔らかくなった状態になったら炊き上がりです。それでは炊き上がったカスタードクリームはなるべく薄く伸ばせる容器に移してもらって、でカスタードクリームは乾燥しやすいのでラップをぴったりと密着させて、これで冷蔵庫に入れておきます。続いてシュー生地にのせるクッキー作っていきますね。室温に戻すか電子レンジに少しずつかけて柔らかくしたバターをちょっと滑らかにしてもらって、こちらに砂糖を加えます。今回粉糖を使ってますけど、グラニュー糖でも上白糖でも大丈夫です。砂糖が混ざったところに薄力粉と抹茶を、でこちらを切るように混ぜていきます。で、混ざりにくいんですけど、しばらくこの動きを続けていくとだんだんポロポロの状態になりますので、ポロポロになったら、まとめてあげます。これぐらいになるとちょっと押さえつけるように混ぜると一つの生地になっていきますんで、ただこちらを伸ばしていきます。今回柔らかいまんまクッキーを伸ばしていきますんで、ラップで挟んでもらって、このまま麺棒で伸ばしていきます。生地が伸ばせたらですね、今回は直径6センチぐらいの抜き型で、
まあ、しっかり抜き取るというよりは跡をつけておくっていう感じですかね。ではこちらを冷凍庫で一旦冷やし固めます。それでは続けてシュー生地を作っていきます。準備としてシュー生地の方の粉はふるっておいてください。では鍋に牛乳と水とバター、少し色づけを良くするために砂糖と、あと塩味があった方が美味しいので塩を一つまみずつ入れます。ではこちらを中火にかけてですね、沸騰させるんですけど、ここで一つ注意点として、沸騰したタイミングでバターが完全に溶けていることを必ず確認するようにしてください。では沸騰してきましたので、一旦火を止めてもらって、こちらにふるっておいた薄力粉と抹茶を一緒に加えて、一塊になるまでですね、練り合わせて、一旦生地が一塊になったらですね、中火で、この量だとどうですかね、30秒ぐらい炒めてあげればいいかなと思います。このシュー生地の炊き具合って、この使う鍋の種類であったり大きさ分量でだいぶ変わってきてしまうので、まあ、しっかり炊いた方が膨らむと思って炊きすぎてしまって生地の油が出てくるっていう失敗もあるので、炊きすぎるよりは炊きが足りない方が失敗にはつながりにくいです。ちょっとジュージュー言ってきたら火を止めてもらって、ボウルに移しておきます。シュー生地に加える卵は よくほぐしておいてください。ではほぐした卵を少量ずつですね、炊いた生地に混ぜていきます。一番最初に加える卵は本当に少量で大丈夫です。で今回抹茶が入ってる生地なので、抹茶が結構水分を吸うんですね。なので卵の量は今回目安1個ぐらいで作ってるんですけど、もう少し入るかもしれません。でまあ、シュー生地に関わらずなんですけど、抹茶で生地を作るとですね、締まった生地になりますんで、ここで若干違和感を感じるかもしれませんけど、まあ、プレーンのシュー生地と目安は一緒です。すくって落とした時にですね、よくある、まあ、ここは三角形に落ちる状態ぐらいの柔らかさになったら OK です。で今回卵1個を予定してたんですけど、1個と半分ぐらい入りました。では先ほど準備したクッキーよりもですね、一回り小さいぐらいで絞ります。まあ、クッキッシュなんでどっちでもいいんですけど、個人的にはこの段階で水を振った方が膨らみがいいと思いますので、水を振ってもらって、先ほど冷凍庫で固めておいたですねクッキーを上に乗せます。で足りない部分は端っこをちょっと切り抜いて作りました。200度に予熱したオーブンで15分ほど焼いて、その後170度に落としてさらに20分ほど焼きます。焼き上がりましたら、このままですね、完全に冷めるまで置いておきます。それでは中に詰めるクリームの準備をしていきます。こちら生クリーム200に砂糖14加えて、しっかり角が立つまで泡立てたら一旦冷蔵庫にしまっておきます。こちら冷ましておいたカスタードクリームを
しっかりほぐします。ほぐしたカスタードに先ほど泡立てた生クリームを加えてよく混ぜます。そうするとしっかりした生クリーム入りのカスタードになります。もしトロトロのクリームがお好みの方は液体のまんまの生クリームを加えてください。シュークリームを仕上げる準備ができましたんで、今回はダブルクリームでしていきますので、上半分を切っていきます。ではそれぞれの組み合わせになるように蓋を外してもらって、中にクリームをたっぷり絞ります。カスタードクリームに少しくぼみを作っておいてですね、抹茶のシューなんで抹茶と相性のいいゆで小豆をくぼみに入れます。泡立てた生クリームの残りを使ってですね、ゆで小豆をクリームの中へ閉じ込めます。それぞれ蓋をしてもらって、仕上げに粉糖と せっかくなんで分かりやすいように抹茶を振りかけて、で抹茶のクッキーシューの完成ですね。では早速いただきましょう。